富士バイクのトラックアーカイブ。はい。うん、これね、なんか書き方がね、ARCV って書いてますね。アーカイブ。ARCV。ARCV って書いて、アーカイブ。あ、そうですね。なんか読み方がちょっと珍しい。うん。うん、まあ、アーカイブって言ったらね、うん、なんかね、パソコンとかのね、保存っていうこと、ね。保存とかね、開く、ね、うん、ね、保存するみたいな。保存するための自転車ですね。はい、ですね。で、こちらね、ピストンになります。はい、まあ、トラックバイクって書いてるだけあって、トラックっていうだけあって、ピストンって言って、うん、まあ、競輪とか、バンクって言われる、その、はい、まあ、ぐるぐる回るようなところで。あれが、まあまあ、トラックですね。うん、トラックっていう。を走るための自転車でしたが、うん、それをね、街乗りに落とし込んだ、バイクがね、こちらトラックアーカイブっていうバイクですね。で、まあ実際ね、トラックって言って、バンクとかね、いわゆるピストっていうものって、本当はブレーキついてこないです。はい。まあ、これ理由があって、今ね、これフリーギアって言って、こういうふうにぐるぐる後ろに回るんですが、実際の競輪とかで使うようなバイクは、こう、後ろに回したりできないです。はい。固定って言って、後ろに回したら後ろに回るし、前に回したら回るっていうような、すごいシンプルにしながらね、安定感のある、構造をとってるんですが、街乗りでそれしちゃうとね、ちょっと不便だっていうところがあるんで。ね、ちょっとね、練習しないと危ない。はい、危ないです。はい、で、まあ、そのままね、競輪で使ってるようなものをね、持ってくるとブレーキつかないんで、危険です。はい。なので、それを街乗りに落とし込んだ、ね、まあ、いわゆるピストなんですが、うん、街乗りピスト。そうですね。で、これね、フリーギアなので、ピストって言いにくいんですよね。本当はシングルスピードっていう、うん、ジャンルにはなるんですが、うん、まあ、このトラックアーカイブっていうジャンルが、街乗りであります。はい。こちらは、アルミフレームで、カーボンフォークです。はい。うん。まあ、こういうピスト系で、カーボンフォーク入ってくるんですけど、うん、結構珍しいかなっていう。うん、ランク高い。ランク高いモデルです、はい。で、結構ね、太いね、アルミのパイプを使って、すごい剛性強そうなね、はい、フレーム使って、若干のね、セミハイトって言って、微妙にハイトのある、リムを使ってね。はい、で、ヘッドがね、うん、ヘッド。はい。うん。径のちょっと太いタイプ、ね。そうですね。ごくごく一般的に使われてるやつですね。そうです。はい。で、まあ、ギアはね、もちろん、このシングルって言って、ギアが1枚だけになってくるので、はい、すごいシンプルな形してます、はい。で、画面ね、ちょっとよく見てみると、これね、前にね、フレームが下がってるんです。うん。これ何かというと、逆スローピング。はい。うん。スロービングフレームって言って、まっすぐなフレームなんですけど、うん、ホリゾンタルっていうまっすぐなホリゾンタルに対して、はいはい、後ろに下がるのはスローピングフレームって言うんですけど、はいはいはい、その方向が逆なんですよ。前に下がることになって、ね、逆スローとかね、よく略してるフレームになります。うんうん、で、こちらはね、やっぱり、前傾がね、強くしたり、前に、縮めたりすることができるためにこういう設計はするんですが、はい、こちらのバイクはどちらかというと、スタイルです。かっこよさ。はい。街中をね、ね、かっこよく走りたい方におすすめの一台。はい。はい。なんかありますか？これね、うん、こう、前に下がってるのをね、はい、なんかね、パラシュートジオメトリーっていうらしい。はい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 。そうですね。うん、はい、そうだ、パラシュート、パシュート。パシュートですね。パラシュートですね。パシュートですね。まあ、はい。初めて聞きました。パシュートって言って、そのトラックをね、人数で追いかけ合うようなね、競技があるんですけど、それはね、前の人にギリギリまで近づいて走るので、前にギリギリ風の抵抗を受けないためにこういう設計になってくるので、かなり攻めたフレームになります。はい。で、まあ、かっこいいですね。かっこいいですね。はい。で、まあ、そういうね、スピーディーな、なんだよ、速さをね、求めたような雰囲気を出すためにもね、ワイヤーはね、内蔵式。はい。うん。この辺はね、やっぱりフレームすごい綺麗く、本当にいわゆるダイヤモンドフレームの綺麗な形が見える状態ですね、はいはい。で、ロードバイクとかクロスバイクにあるこのダボ穴っていうのはないです。はい。うん。これはもうトラックとして使うこともできるぐらいのフレームにもなってますので、はい、ストリートからそのバンクまでちょっと遊べるんじゃないかなっていうところです。はい、で、これね、フリーギアになってるんですが、うん、やはりね、固定にしたいという人も、はい、いてると思います、うん。で、こちらね、ダブルコグって言って、
両方ともに、そのギア類をつけることができるので、はい、普段はね、こう、フリーギアで街乗りしてもらって、うん、そのまま乗っていって、向こうで、まあ、いわゆる競技場ですね。競技場で、ホイールを反対向きにして、はい、で、その競技場内のね、ブレーキ使用禁止になってたりもするので、その時はブレーキを外して、ご自身で、すればできるようにね、バンドタイプの、開放型って言われるね、うん、ブレーキレバーとかも使ってるので、取り外しは簡単です。はい、なので、まあ、そういう競技にも使って、街乗りもできてしまうっていうところの、ちょっとスタイルのあるバイクに仕上がってます。はい。はい。こういうバイクなんですが、はい。はい、まあ、ピスト、富士っていうとね、フェンダーっていう、フェンダーね、うん。はいはい。まあ、これの前にね、出てましたよね、はい。今もあります、ね。あります。はい。まあ、そちらね、黒森のフレームで。まあ、あれが、まずね、うん、出てきまして。そうですね。ほんで、ピスト文化がね、うん、日本に定着しだした時に、定着っていうか、まあ、その、発信された時に、うん、まあ、それが一番ね、やはり人気があったモデルなんですが、はい、それを、まあ、いわゆるもう少しアップグレードした。うん、もっと街乗りに適したっていうのが、このトラックアーカイブっていうモデルですね。はい。で、これ今映ってるのが、クロームシルバーでしたかね。はい。ですね。はい。なんですが、マットブラックとか、あとちょっとなんか、赤みがかった。ハビーライトクローム、うん。ナイトクローム。ナイトクローム、ね。ナイトクローム。ちょっとね。名前がね。いろいろあるんですけど、4色ほどの展開があったと思うんですが、はいはいはい、まあ、こういうね、色合いとかも、ちょっと特殊なカラーリングです。はい。そういうところも見ていただければと思います。そうですね。はい。で、この溶接ね。はい。綺麗な溶接して。うん。うん。まあ、アルミなんでね、やっぱりね、早い。早いですね。もう、踏んだら、ね、こう、ダイレクトに、伝わって、なんてこうね、クイックにね。そうですね。加速とかね。いけます、ね。立ち上がりとかがね。はい。はい、で、まあ今ね、この今ドロップハンドル、はい、トラック用のドロップなんですが、うん、結構前傾このまま持つとかなりきついです。うん、トラック用なんで、はい。で、これをね、もっと街乗りにしたいって方もいてると思うんですが、うん、こちらアイヘッドになってるので、うん、まあサインチパーの系の、今だったらライザー系ですね、うん。ライザーのハンドルとかをね、つけることもできますので、はい、ステムとハンドルとか、はい。まあそういうカスタムもできるっていうところもちょっと人気の、うん。そうですね。ブルホーンもいいですよ。そうですね。ブルホーン。ブルホーンもかっこいいですね。はい。ブルホーンとかめちゃめちゃ攻めてるんで、はい。ちょっといかつい感じのバイクに仕上がると思います。うん、はい、で、ちょうどね、今こちらつけていただいてるペダル。フラットペダルなんですよ。まあフラットペダルで、まあ当店でもすごい人気の、うん、オールウェイズ。オールウェイズ。三ヶ島さんのね。これよく回るやつですね。はい。よう回ります。あんまりよく回ります。で、まあこれね、オールウェイズってどちらかというと、コミューターとか、ちょっとオールロード寄りとか、にも使えるペダルなんですが、街乗りペダルとしてすごく便利です。うん、で、トラックフレームとかね、トラックバイク乗るとき、三ヶ島さんのペダル使うのが一つのいいところかもしれない。うん、一応 NJS っていう、競輪で使えるようにね、はい、許可を取ったペダルを作ってるのはね、三ヶ島さんしか作ってないので、うん、すごい部屋あります。三ヶ島さんがね、大体占めてますので、うん、こういうところにも三ヶ島さんのペダルを入れるっていうのは、ちょっと、入れてきてもいいんではないかな。はい、で、また固定とかになってくると、うん、ペダルがね、一緒に回っちゃうんですよ、走ってると。なので、足外れると危ないので、まあ、トゥークリップだったり、はい、バンドですね、ベルト、シューズベルトとかね、つけるのがおすすめです。はい、まあ、この、オールウェイズ、そのベルトもつけれる構造にもなってるので、はい、そういう時にも便利ですので、まあ、ぜひ選んでみてはいかがでしょうか。はい。はい。はい、こんな感じですね。そうですね。まあ、あと、ピストといえばね、やっぱりね、こう、ドレスアップがね、結構皆さん、はい、されますね。スキーですね。そうですね。ちょっと色つけていってね。そうですね。うん、まずはね、ホイールなんですね。うん、ホイールを、バトンホイールとか。あります、あります。はい。カーボン系のね、はい、ホイールに変えたり、はい、うん、あと、手組みって言ってね、組むこともできます。はい。リムを浅くして、すごい軽量にして、はい、NJS って言って、まあ、うん、軽輪でね、使うようなのと同じような、はい、行動をしてくださいっていうのも可能です。はい、で、まあその次ね、やっぱりハンドル。ハンドルね。さっき言ったいろんなハンドル、はい。普通のハンドルでもいいですよ。そうですね。はいはい。で、まあクランクとか。クランク。で、あと、ピストに関しては、ロードとかと比べて、パーツ点数少ないんですよ。う
まあ、いわゆる変速機がないし、構造も、まあ、すごいシンプルに作っているので、はい、まあ、パーツが少ない分、一個一個にね、こだわりを出すのがかっこいいっていうところですね。うん、まあ、いわゆるそのネジ一本とかの。そうですね。ネジで色を変えてね。こことかね。そうですね。ここのネジ。で、まあもちろんここ。はい。はい、色付きの、まあチタンに変えたり、チタンじゃなくてもいいですけど、うん。そうですね。あともブレーキキャリバーごとね、アルミのね、削り出しとか。ああ、そうですね。かっこいいですね、はい。色付きのやつね。あとね、こういうトグとか。はい。ギア板なんですけど、うん、すっごいピカピカのやつとかあるんですよ。はい。あとやっぱり、買おうっても言われる、そのチェーニングですね。うん、チェーニングとかは、やっぱり、ちょっと削り出し物とかが、やっぱり人気かな、ね。はい、そうですね。あと、これね、はい、まあまあ、富士のサイトでは、このサドルをね、はい、カーボンサドルみたいなのしてました、ね。ああ、いいですね。まあ、そういう軽量化によるか、見た目の、な、綺麗さですね、うん。はい。合わせるかっていうのがいいのかな、っていうところですね。まあ、本当にね、このダウンチューブ、まあ言ったらね、もう何もロゴもない、うん、パイプで、はい、もうすっごい綺麗なね、一本ポーンって通ってるだけなんですけど、こういう綺麗さをね、見せつけるバイクに仕上げてもらっていいのかなっていうところですね。はい、そうですね。で、まあ、うん、こちらがね、まあまあ、定価でね、はい、2023年の最新モデルで、108,900円。ちょっと10万超えちゃってますけどね。はい、10万超えちゃってるけど、まあまあ、神崎とかちょっと安いんですけど、はい、結構この値段でもね、結構売れるんですよ、これ。ね、出ます。うん、これも2、3年ぐらい前から結構ね、もう、そうですね、人気出てきて。このトラックアーカイブが出てから、やっぱり人気はまた、上がったかなっていう。うん、で、まあ、いわゆるその、ビストブームですね、っていうのはちょっと下火になったんですけど、はい、やはりね、その当時見てた人がとか、乗ってた人が未だに、やっぱり好きな人は多いジャンルなので、はい、で、あと、危険なイメージ持たれちゃったんですよ、うん、どうしても。うん、ただ、バイクとしてはね、ちゃんと安全装備はちゃんとついてるので、今のは。はい、そういう乗り方はね、僕らも推奨はしていませんので、うん、そういうことがね、ないように組んでますので、はい、またそういうね、必要な方は、ご連絡いただければと思います。はい。はい。なので、決してね、危険な乗り物ではないっていうのをね、ちょっと理解してもらえたら嬉しいなっていうところです。はい、まあ、乗り手がね、頑張ってもらわないといけないんで、ね、うん、こういう乗り物は。はい。じゃあ、ぜひね、このトラックアーカイブ以外にも、フェザーであったり、うん、マジーさんのね、はい、フィックスのウノライザー、はい、ウノライザーですね、うん、などもね、展示してます。はい、うん、あと、タウンさんのね、何でしたっけ、フィックスのサージュウノですね。サージュウノですね。そういう小型のピストとかもありますので、はい、まあ、ぜひ見てきて、見に来ていただければと思いますので、はい、またお待ちしておりますので、はい、よろしくお願いいたします。はい。はい。じゃあ今日はこんな感じで、はい、うん、ライブの方を終わらせていただきます。はい、どうも、ありがとうございました。ありがとうございました。